夢を乗せて、ね、しました。はい、はい、じゃあちょっとそろそろ、うん、ピアノ弾いてもらおうかしら。OK、 なってんです。ピアノ弾けるっていいですよね。楽器、ギターしかハーモニカも楽器も数えるなら、ピアノはね、本当にコードバッキングしかできないんで。でバンちゃん、あの時々バンでもね、はい、スキさんの時とか、スキさんの時だからね、あのここ出てきてもらうのはあきませんので、はいはい、あの弾いてた人が、いやあれすごいいい感じですよ。いい感じですか、はい、ね。今日そういう日です。あ、なるほど。米殺しの日。米殺しの日。三月の日は米殺しの日。それでは、中渕剛さんの初期の頃の曲ですけれどもね。これ結構後年になってからのライブでやってはるんですよね。どっちかというと僕そっちで先に聴いて。あ、その後に原曲、はい、現場と、結局ですけど、どっちもね、どっちも人が歌ってますが、その昔 の、まあ、あのアルバムの方を聴いたんですけど、僕がさっき聴いたのは、あのツアーで、大きいドームとかで、こう中渕剛がこうピアノ弾き語りで、あ、そうなんですか。一つだけ知ってもいいかって、なんで今からやるんだろう、何を急に歌いだすの、なんで今からやるんだろう。こうそうなってからのを先に聞いて、はい、その後は、まあ、昔のやつを聞いて。そうですか。長渕さんピアノ弾くのは見たことないですか。あのね、時々あのツアーであのピアノのところに弾かれてますけど、まあなんかやっぱり、ね、多分難しいことはされてないんでしょうけど、やっぱりこうね、歌心のある人ってあのピアノにもそれが出るんでしょうね。だからシンプルなバッキングなんですけど、やっぱりすごくこう、まあ、なんていうか、合ってるというか、はい、はい、わかります。まあ、今からそういうピアノをね、弾いてくれるんですけどね、怖いからしない。さあ、それでは、ジャングルのピアノで、そして、ハープとお届けします。愛してるのという曲。君にとって
ございます。おめでとうございます。